皆さんこんにちは。全国屋の親父とすがれ、親父の八田金也です。はい、すがれの八田宗志です。本日もよろしくお願いします。さあ本日はですね、ポプラについて特集していきます。はい、親父さん、本日はどちらの天板ご紹介でしょう。ポプラ。ポプラ。おお、ポプラ。イエローポプラとかポプラ。おお。いますけど。どこで取れるもんですか。北米。北米が多いかな。おお、へえ、北米材。うん、おお、うん。アメリカの、はい、東に近いアパラチアン山脈の方で。おお。よく取れる。はい。で、まあまあ体型木が取れるんで、こういうテーブルとかには使われる。あ、そうなんですね。うん、ポプラって街路樹とかにもよく使われるあのポプラですか？うん、うん、北海道にあるポプラとかだと、うん、ちょっと種類が違うんだけど。あ、そうなんです。うん、へー。これちなみに広葉樹。はい。お、広葉樹。うん、おお。なるほど。こう赤みと白田がくっきり出るのが特徴ですかね。そうね。うん、それと少し黄みがかかって。うん。でも引いた後のこう扱いやすさはすごく扱いやすくて。あ、そうなんですか。大きくこうねじったり割れたり。っていうのも少ない。へえ。おとなしい、素直な。おお。で、乾燥してからも、加工性がしやすい、加工がしやすい。ほお。昔彫刻なんかで、ね、頬を使ってましたけど、はい。国産のね。はい。で、それの代用にも使われる。でしかも体型木だから、うん、大きい彫刻には、ポプラは、まあ、よく使われる。なるほど。はい、木目非常に素直ですけど、節もね、大きいのが入ってて、うん、うん、結構無地で使うことが多かったりして、はい、うん、節あんまり見ないんだけど。ああ、そうなんですか。うん、でもこれは極端にはっきりとした節なんで、うん、かえってこの柄っぽく、うん、面白いかなと。そうですね。で、木裏だから余計節が目立ってますね。木表だともう少し小さくなってるはずです。うん、はい、体型木がよく取れるということで、こちらのポプラもなかなか大きいサイズですね。うん、長さが1800あって、おお、幅が80センチ以上十分に、これ86センチ。おお。ここで90センチ。うん。ここだともう1メーター近いです。おお。じゃあもう6人掛けのダイニングテーブルにはぴったりのサイズ感ですね。うん。希少価値としてはポプラってどうなんでしょう。蓄積量はあるですか。うん、割とありますね。うん。割とある。使った時にどちらかというと軽い木なんで、はい、軽くて、硬くない、うん、彫刻にも使われるということなので、うん、まあまあ柔らかくて、お、触った時の感じが冷たさがない、うん、うん、温かいという感じですね。はい、側を見てみると、お、木裏、はい、こちらが芯に近い方、うん、これが外側に近い方、うん、でね、こうなってる。